ゆきひょうの旅。ここ数年、クリスマスブッフェを食べに京王プラザホテルに行くのが定番です。ホテルの2階にあるグラスコートに向かっています。クリスマスシーズンは早めの予約が必要で、土日はすぐに埋まります。3階ロビーからエスカレーターで2階に降りるとグラスコートがあります。グラスコートはブッフェ専門のレストランです。一年中ブッフェを楽しめます。クリスマスシーズンはクリスマスらしいチキン料理やフォアグラなども食べ放題になります。その分、クリスマスシーズンは料金が高くなります。お正月も通常より高い料金です。フォアグラ焼いているところを撮影していいですかと聞いたら、たくさん焼いてもらえました。フォアグラは最後に食べると胃がもたれるので最初に食べます。お隣の牛フィレの貝包みもいただいて戻ります。こちらは中華風の料理が並ぶブースです。エビチリ、豚の角煮、オマールエビのグリルなどがあります。サラダは自分で組み合わせても良いし、シーザーサラダを作ってもらっても良いです。サラダバーの横にはチーズ、ハム、サーモンが並びます。サーモンの隣にはミニ海鮮丼があります。こちらは小さな前菜たち。最近はたくさん食べられないので、たくさんの種類を少しずつ食べられるのは嬉しいです。切ってもらっているのはローストビーフ。こちらはお肉のコーナーです。
和風のものから中華風、洋風のものがあります。フルーツもあります。クリスマスデザートプレートもあります。クリスマスツリーの形のチョコカップケーキと、グッシュドノエル風のモンブランのプチケーキです。こちらが食事の並んだテーブルです。2人分です。前菜は真ん中のいちごのものが美味しかったです。こちらは中華ブースのお料理。お肉のコーナーからは、私はローストビーフの身でした。フォアグラ忘れていました。オレンジソースが美味しかったです。海鮮丼、炙りサーモンとイクラの親子丼、チーズとハムなどのおつまみ系、クリスマスのオリジナルカクテルです。クリスマスローズを注文しました。全種類食べることはできませんでしたが、楽しめました。さ
ルや新宿アイランドのツリーの映像でお別れです。よろしくお願いします。他の動画もよろしく。チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。